この動画はこれを見たら誰でも料理が作れちゃうをテーマにした料理動画です。ということで今日は鶏皮餃子を作ります。あっすー、よし、取っていいぞ。意味不明だわ、マジで。料理教室の動画の冒頭の始まり方じゃないもんだって。はい、鶏皮餃子を作りますよ、今日は。すずさん、鶏皮餃子ね、オッケーオッケー。なんなんこれ、普通の餃子と違うの？いや、お前がリクエストしたのちゃうんか。いや、それは俺はメニューを見て、名前、このメニューのリストアップされてるやつを見て、じゃあこれっていう風に指示してるだけだから、どんなものかは全く想像がつかない。ただ一回俺は餃子を過去に2回失敗してるから、今度こそは成功させたい餃子を。これオリジナル料理なの？それ、その、違う、昔からある料理なの？うん、でも食ったことない。食べたことないわ、店とかで。ないどこにあるのこれ？中華料理屋さんとか？いや、なぜか沖縄料理屋で食ってた覚えはある俺これ。沖縄の方のじゃあ料理なのか？違うと思う。いやでも絶対全然食べたことない人ばっかりだと思うよ。知らない人ばっかりだと思うよ、このメニュー。あ、ほんま？うん、想像がつかないわ、どんな風になるか。じゃあ材料の確認いきます。はい。鶏皮1パック。1パック。鶏ひき肉 200g。 200g。 ニラ1/3袋。3分の1袋？いや、1袋。3分の1袋って何？ 3 分の1袋ってそもそも何？どういうことなの？この1袋の3分の1ってこと？そう。じゃあ、3分の1にするか。前も言ったよな、全部そのまま出せって。あの、確認しようと思って、今回はちょっと自信がなかったから、3分の1袋について。事前に確認しろよ。なんでやねん、この場所でも、この場所でもいいやんけ。持たなあかんやん、これ。もったもっとしてんの。もったもっとしてない、すごい。あっという間に終わるだろ、こんなの。お前もう数分だろ、もう。そう、きれいやハサミか包丁で。はいはい。で、調味料。はい。ニンニクチューブ3センチ、生姜チューブ2センチ、醤油小さじ1、鶏ガラスープの素小さじ2、ごま油、塩。はい、たったこれだけでいいんですか、それさ。いいよ、キャベツがあってもいい。あー、まあ餃子の中のこの具に使うから。単純に餃子の材料だけど、これ。そう、豚ひき肉じゃなくて鶏ひき肉っていうのはあれやけど、俺ちょっとそこ聞いたから。鶏ひき肉でジューシーさは出るの？ちゃんとその豚と違って、なんかこう鶏ひき肉だとジューシーさが出ないんじゃないかと思うんだけど、これ大丈夫なの？まあ食ったらわかるから、楽しみだね、どんな風になるか。みじん切りっていうのはこうトン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 と切っていくってことでいいですよね、別に。そうはいはいはい。ツイッターでショッキングなやつを見かけたんですけど、うん、こいつ1年もやってるのに全く成長してないなみたいなツイッターを見かけまして、これいかんと、できるだけそのね、ちゃんとあんまりもう一回教わったことは聞かないで。1年半やで、ちなみに。あ、1年半も経つのもう。うん、そう、一向になんていうの、なんかあの上達した感がないから、うん、そろそろね、やっぱりちょっと見せつけていかないとなと思って。いちいちスライドさせるのやめた方がいいで。あ、そうなの？遅いやん、時間かかるやん。でもなんか気にならない？なんか溜まってって、もう一気にトントンの方がいいのか、こうやってさせてるやん、スライド結局。どこをスライドさせるの？いや、横にスライドさせたら1ミリでも刺すな。そんな1ミリも刺しちゃいけないけど、じゃあずっとここにお前ニラが溜まり続けるけど。いや、それでいいの？それで。うん、いいね。で、んー、いや、すんなっつってるやん。もうすんなよ、お前。すんなって言ったら、はい、もう一回ニラやり直すか、おい。こんなことのために？ああ、こんなんずーっと毎回そんなんやっとるからやろ。時間かかるの、だから時間かかるの。1年半成長せえへんのは、言われたことやらずにえへへっつって
で次やった時も同じミスしてえへへっつってそのままで何の改善もせんや。はい、ニラもう一回やるか。もう一回やらせてください。もう一回やらせてください。じゃあもう一回やれ。これはどうしたらいいんですか、鈴さん。これはこれで、まあ、適当にボールに置いとくよ。ニラマシマシでええやろ。いつもヘラヘラ笑って流してた。注意されても変わらなきゃいけない。ここは目が覚めたわ。頑張ってね、今日遅刻したけどいや今日からもう本当に何回も言うけど、今日遅刻したのは電車が遅れたからだから。はい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 。50分もそうだよ。何して遅れたん、50分も。だから50分まるまる遅れたわけじゃなくて、乗り換えのこの兼ね合いとかあるじゃんか。やっぱ1本遅れたら次のに乗れなくて。お前東京やんな。東京だよ。1本ちょっと何分ぐらい遅れたん。10分ぐらい。10分遅れたら一気に50分遅れろ。50分も遅れるほど出てない。まあその50分はまるまる電車で50分遅れたわけじゃないですよ。だから何じゃあ お手洗いに行ってたりとか。アホちゃん聞く気うせるわ。はい、やってよし、スライドさせないぞ。それぞ、生まれ変わった俺を見てくれ。それぞ。お、今怪しかったな。いや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 、なんなんそんな裁判みたいなことすんの。あ、ちょっと怪しかったぞ今。いやさせてないね。それぞ変わるぞ。第2章のスタートや、料理教室。ちょっと怪しいぞ今怪しいぞ。お前それさ、多少うつの人でもこれぐらいはちょっとやるだろう。やっとお前なってしまったんじゃなくて、やっとほらやってるやってる。違う違う、やってない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 ね。今のは完全にやってない。やってたやってないね。やったってのはこう、隙間をすごいやるやん。こうだろ。いや1ミリでもやでお前。いや今たまたま今この切り口がこうちょっとクッてなったから、横にスッとこういったように見えただけであって、切り口だから今のは切り方だから。もう全然ほら行かないよ完全に。だってお前そっち左にやらないと、この部分まな板から出てるんだから、それも最初こうサッてやってサッとこう持ってくるだろう。それはどうすんだよお前。どうすると思う。どうするんだろう。どうするんだろう。考えてみ。ちょっとでもそうだってさ、こうしようと思ったらさね、ここに置いてこう切れないからさ、絶対こうするじゃん結局。そこでさぐらいはええわここのさは許すの。いいよ。この差は許すの？さっきの差はダメなのに？ちょっとさっきの切ってる最初の差はダメなのに？何の話やと思ってんねんお前。あの切ってる時に一回一回すってやったら時間かかるっていうことを言ってるわけでしょ？そうやし、もうイライラするし。違うね、やっぱり。さすが第2期の俺はやっぱり分かるね。原因の解明が早いね。いや、結構遅かったけどな。そしたら、はい、そこに豚肉と調味料を混ぜてください。豚肉ってお前バカじゃねえの。豚肉なんか買ってない。間違えた、鶏肉。せっかくね、新しい門出を迎えた今回のね、料理グッズに対して、そいつがいきなりそこで間違っちゃダメ。やっぱそいつはやっぱしっかりしてないと。ごめん。そうだろ？ちょっと反省するからさ、30分待っといてもらっていい？なんで30分待つんだよ、反省するのに。いいよ。俺反省するから今。いや、大丈夫、そうそう、あ、大丈夫、大丈夫。間違いは誰にでもあるから、そいつ。間違いは誰にでもある。反省せんでいい？いい、わかった。じゃあ次行くで。よし、うえー、ニンニクと生姜が何センチずつだったっけ。ニンニクが何センチで。それすごい多いって何。俺は最初に言ってるでニンニク3生姜2。ああニンニク3センチ生姜2ね。思った通りだわやっぱり。うん、ニンニク3生姜2に長っ3より長いよお前に それぐらい。こんなもんか。端っこも。ここ、これ。そうそしたらそこにスプーンでちょこっと入れて。ちょっとでいいのね。うん、負ける量ね。もうちょいやな。もうちょいか。もうちょいいけそう。
じゃあ巻いて。あ、そうやな。横パターンパターンくるくるくるがいい。横パターンパターンくるくるくる、うん、横パターンパターン、うん、でくるくるくるは無理や。だってそれそうくる手前からくるみたいな、くるっと、うん、それでいいね。あ、こういうこと。うん、そう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 、当てる当てる当てる。おお、いいよ、できました。いいや。革のなんていうの、巻き終わり、うん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 、テロテロってなるやん。うん、そこを下にして焼いてください。巻き終わりを下にして、うん、はい、でじっくり焼いてください。お、あれは水とかは入れなくていいの、今回のこの餃子は。うん、へえ。あ、できたんちゃう、そろそろいいでしょう。よしよし、やったー、うん、それさんできました。じゃーん、どう、何、めちゃくちゃうまそうなんだけど、食っていい。いいよ、いただきます。この鶏皮で、鶏皮がとにかくジューシーで、噛むとね、じわっとこう鶏の脂がね口いっぱいに広がるというか、ものすごいジューシー。めちゃくちゃうまいじゃん。全然普通の餃子よりうまいわ。ジューシーやろ、ジューシー。鶏肉は豚肉よりジューシーじゃないんじゃないのとか言ってたけどジューシーやろ。信じられないぐらいの肉汁ですよこれは。これはそしてやっぱ中のこのニラのね風味が、ニラとニンニクの風味が効いてて、うまい、うまい。それこれはもう悪魔の食べ物だよ。もうこれを知ったら普通の餃子じゃ物足りないものだって。いやこれめっちゃうまいもんだってすげえうまいもん。また鶏皮のこのなんていうの、弾力が合うね。いやこれを超えるのは無理だわ。だってこれめちゃくちゃうまいもん。1位、うーん、1位、マジで1位、これ本当に1位。寿司超えた、寿司超えた。あー並んだな。寿司これグミだな、寿司これグミだな。ラーメンは、あー寿司これグミラーメンだな。スイカは、スイカ寿司これグミ、ね、スイカ違うよ